買ってきました。じゃじゃーん。こちらが本日発売の週刊プレイボーイさんでーす。じゃーん。ここに大西がおる。これや。名前があるんだ、ここに。すごい、袋閉じ、わごめん、普通に反応してもった。えらいこっちゃ。なんかね、一番最初に、この中で撮影したのが、4枚目のカットが、順序的に言うとこれが一番最初だったんですけど、で、和室で、大人の方々も結構いたのよ。スタッフさんとか、カメラマンさんとか、マネージャーさんとか、たくさんの大人の方々がいらっしゃったのよ。で、大西、まあ、この下ね、もう一枚のページのやつを着てるんですよ。これ脱げばこれになってるんですよ。だから、これをその撮影しながら脱いで、で、続きでこれを、この、6枚目のこの写真を撮るって感じだったの。私脱ぐの恥ずかしすぎてさ、なかなか脱がんくってさ、だってさ、和室でさこういう格好になるってさ、ほんまお風呂入る時ぐらいしかないやん。むしろお風呂入る時だってさ、脱衣所でさ脱ぐじゃん。和室でなんかさなんないじゃん、この格好ね、たくさんの大人の方々がいてさ、そこで一人でこうやってさ脱いでいくのほんまに恥ずかしくてさ、これめちゃめちゃ恥ずかしかった思い出。そう、でも下はさもう上しかこれ着てないわけやから、下はもうあれなわけじゃん。だからもうずっとこの上の服の裾を引っ張ってこうずっとこうやってそう、ちょうどその写真が使われてるんですけど、頑張ってこの上のやつをこうやってそうやってたのよ。